スーパーマリオメーカーやっていきましょう。今回はこちらのコース、クリアさ一人のコースですね、やっていきたいと思います。うん、まずは入りますと、はい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 、なるほど、踏むのか。踏むじゃねえや、正しく打つんだ。ここをこう打ってこう打つだ。オッケーオッケー。で P が降ってきて踏んでいけると。違う、ここだ。はいはい、危ねえ。ここも流れか。急げ。え、はい、オッケー、デッテュー、完璧。これ乗って飛んで乗って乗って、危ねえ。はっ、ああ、精神的にや、こういってオッケー、着地。これは突っ込んでっていいのかな。あ、良さそうだね。は、こうか。はいはい、うわっ、むずいなここ。はい、うわー、当たったか。これ急がないとやばい。これとこれ、おーい、はっ、あー、うわー、オッケー。で、パウ持ってくんですね。うわっ、やめようぜ、そういうのは。落ち着け。あるぞ、トゲが。危ねえ、怖え。上がっちゃダメ、上がっちゃダメ。あー、しまった。3番目くらいのやつがやばい。3番目。ここやべえ。落ち着いていこう。ここで一旦ストップ。オッケー。で、行くと。よし。え？あ、これ普通に右に行けばいいだけか。これ倒して。はよくわかんない。ここで一旦待っていいのか。いや、ダメだ。ここ落ちて、危ねえ。入っちゃいけないやつだな。はい、うわー、ないけど大丈夫。 OK、 さっきミスったのここだよね。お、 OK、 一回上に逃げて、ここ、そう、ここ OK、 ここ行って、で、ここ行って、危ねえ。一回上に逃げたい。さっきと同じミスしそうでも。はい、オッケー。はい、え、え、ちょっと待って、え、え、どう考えてもこっちが正解だよね。え？いや、裏の裏？いや、それはないよね、さすがにね。え？いいんだよな。いや、ちょっ！オッケー。最初のさ、メットの出がさ、4分の3ぐらいさ、ちゃんと出てこなくてミスるんだけど、これ何なんすかね。よいしょ。最初だけ、あれだね。ギミックが、クソギミックだったわ。最初だけ。他は全然いいんだけど。最初のこのクソギミックだけ、なんとかしてほしい。うわ、ぶね。あぶね。オッケー。はい。はい。あぶねえ、ギリギリセーフ。落ち着いて。4番目、4番目やばいのは。ここ、ここ。オッケー、オッケー、オッケー。ギリギリセーフだったな、今の。あぶね。これ乗ってるとダメだから。こうなって、こうで。よいしょ。オッケー。やめ、あぶね、怖え。これさ、絶対こっちだよな。だって続いてたもんね。多分こっちだな。下入んねえぞ。よいしょ。うわ、危ね、危ね。即ジャンプして、こっち
足に乗ってこう一番左、オッケー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 。これは危ねえ。土管入って登るしかないのか。合ってんのかな。持ってきます。うん、あ、これじゃね、さっきの。多分ここに繋がってんだろうな。あれ全く矢印も何にもなかったけど、あれあれ鬼だろ。あれ一番の鬼ギミックだな。 OK。 あ、これ最初だね。あ、最初っすね。で、こういって、もうゴール近いんじゃないですか。しっかり倒す。バネでっていうか、よいしょ、でっていうか、おっとっとっと、はなちゃん、こうか。で、ゴールだ。やったー、よいしょ、やっとクリアできたー。お疲れ様でした。あれ見つかんなかったらどうしてたんだろうな。ドアやばかったですね、ほんとね。はい、じゃあ今回はこれで終わりたいと思います。それではご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。回線割る。うおっうおっうわっうわっ、うわっ、すげえ、そんなクッパのファイヤーの吐き方あんの。